はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。またね、この古い金庫の復旧、この続きをやっていこうと思うんですけど、残りが、鉄骨針が6、板材が8、パイプショーが2、コンクリートブロックが6ですね。で、まあ、キャビンはもう運んであるので、まあ、あとは設置するかしないかみたいな感じですよね。で、とりあえず板材を4つ積んできたんで、この坂をですね、また登ろうかなと思います。もうここ登らなかったらさ、すごい遠回りしていかないといけないよね。いいよね、ここで。またで、こんだけ積んでってちょっと登れるかどうかっていうのもありますけど、まあ、ちょっと頑張って登っていきます。ここから。よし。いけるかな。いける。結構な坂なんだね。ギアにしてデフロックをつけておきましょう。ここから登ると、まあ、木があんまりないルートで登れる。あ、ちょっと待って、前輪浮いてる、前輪浮いてる。あぶない、あぶない。ちょっと待って、ちょっと待って、あぶね。あっ、しっぱなか。あかんな、後ろが重すぎる、これ。はい、ちょっとね、積み方を変えてみました。やっぱりね、重心っていうのがね、大事だと思うんで、あまりにもね、後ろに偏りすぎてると、さっきみたいにちょっと前輪が浮いて、制御不能になるので、ちょっとね、前の方に重心を持ってこようと思って、こういう積み方になってます。でまあちょっと頑張ってね、同じ道を登っていこうと思うんですけど、いけるかな。ブロックはもう最初からつけておきます。ウインチは、ロープは外れてるので、ウインチは一応使える状態になっています。ここだよね、登るとね。もうちょっと左だったっけ？この間抜けていける？ちょっとウインチ使おうか。いけるか？見にくい。ちょっと見にくい。あ、いけるね。あ、全然違う、さっきと。さっきと全然違う。めっちゃ登りやすい。めっちゃ登りやすいな。さっきもう全然ハンドル切っても動かなかったんですよ。うわ、楽やこれ。積み方も考えないといけないね。ちょっと枝が引っかかってる気になるけど。で、ちょっと正面に見えない、見えない。大丈夫か。そこ間通れる？この間どうなってるの？全く見えない。ちょっと待って。ちょっと待って。どうなってる？そこ、ルートを間違えた。俺、左を通らないといけない。まとまってるね。ここ岩や。危な。あれ？やっぱもう一個左やったんかな。まあいいか。バックはできんし、このまま、よいしょ。ゆっくり、ちょっとだけ下がります。ああ、怖っ。危ね。怖え。危ね。もう行ってしまって、行ってしまって。ちょっとだけ斜めになるけど。よし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 。よし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 。見えてきた、見えてきた。おお、いいじゃないですか。なんか、あれだね。頭脳の勝利って感じだね。作戦勝ちって感じだね。よし。いけました。ここからはいけたよね。このトラック1台だとこの隙間で OK。ここがギリギリ通れるはず。そう。通れたよね、これ。ちょっとずれてんのか。ごちゃごちゃしてたら多分通れると思う。無理。あれ通れへんかったもんね。このトラックじゃなかったっけ？あ、ちょっと待って、タイヤがさ、違うんかな？これ2個つけてるやつと。あれちょっと待って、通れへんし、戻れへんねんけど。またここでつまんのちょっとね、完全にはまっちゃいました前にも後ろにも進まなくなったんで、ちょっとこのまま置いてですね、次のやつ運ぼうか、ね、そうしましょう。はい、で次がコンクリートブロックを6個なんですけど、もうすでに2個は運んであるので、あと4つですね、これをとりあえず金庫まで、運びますね。まあ、このルートは前もね、運んだんで、もうサクッとやっちゃいましょう。よし、まあ、特にね、何事もなく到着しました。積み下ろし？あ、そうですね。なんか、よし。これで OK と。で、4ついきましたね。で、まあ、これを切り離して、ちょっと引っかかってるやつを救出しないと。あ、すごい、建物ちょっとできてんね。景色が前とちょっと違う。とりあえず正面から引っ張ります。あ、いける？無理。抜けないんですけど、これで引っ掛けて、来い来い無理なのこれ、完全に引っかかってる。どうしようかな、こっちは一回止めて、もう荷物は、まあ、落ちてもいいとして、レーンモードで、これが邪魔になるかな。こっちに置いといて、クレーンを使って、ちょっと、杖代わりに。いけるか。荷物下ろしてた方がいいね、これ。ちょっとこの辺に、よいしょ、端材がこうやって動かせるんだったら、この辺に置いてる荷物もさ動かせるよね引っ掛けさえすれば。なんで完全に地面とくっついてるんだろう、この辺の荷物。まあ、いいですよ。で、こうするでしょ、この辺をがっつり、よし置いた。で、ブレーキなんで抜けへんちょっと挟まってんねんな。ちょっと下がるか。あ、完全に食い込んでるんですよ。どっちにもいかない。どうしよう。あ、抜けた。抜けた。よし。抜けたけど、ちょっと待ってよ。クレモツ。出れないから、どうしようかな。強引に行くか。おっ。よし。あ、ちょっと待って。ちょっとこっちははまったんじゃないかな。大丈夫か。おしよしよしよし。全然物を運ぶ仕事はしてないんですけど。よし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 、抜けた抜けた、よし長かったなこれは。ここ登ってくるときはどっから行くのが正解なんでしょうね。こうすぐ曲がれ。降りて、ちょっと向こう側をちょっと回り込んで出た方がいいんですかね。ちょっと斜面を横切らないといけないんで、リスクはありますよね。ここ。いけるか。よし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 。大丈夫？この間も怖いですよ。怖いな。これでまあなんとか感じだけど。あ、ぶつかった。タイヤいっぱい置いてある。よし、とりあえずこの辺に落ちてたやつを全部納品したんで、残りがこんな感じですね。鉄骨針が4つと板材4つとパイプ長が2個と、はい、で次は板材の4つを先に運んでしまいましょうかね。この辺からちょっと回収して運んでくる。うちとしてはこの辺登れたらいいんだけどね。で山越えルートで取りに行ってまあちょっといっぺん見てみようか、そっちが。クレーン付きで行きますよ。マンホールあるのかな。あぶね。ここ怖いな、結構。ああ、これぐらいやったら登れそう。この辺ですね。あんまり変わらへんけど。ちょっと登ってみる。前の石がちょっと気になるけどね。帰りはでもこっちは通ってくるのはちょっと辛そうですね。よっよっ。これぐらいはいけるかな。どうでしょう。結構な坂やな。でもいけいや無理か無理か。いけるか。お、頑張れ。よし頑張れ。よしよし、いけるいけるいける。あー、きついかこの坂。壁やな。おお、すごいすごいすごい。登って登って登って。ああ、前輪浮いてるんだね。ウインチが上で引っ掛けられたらいけそうですね。でもないな。ないから無理やな。ちょっと。ああれ怖っ。ちょっと待ってよ。復帰するのも慎重にいかないと。違う違う違う。ここに繋いだ状態で怖えな。よし、無事。期間、しょうがないんで、まあ、回っていきましょうか。あその辺だったら登れるよね、多分ね。これぐらいならなんとか。結構急だけど。ん？デフロックか。キーもあるし、いけます。で、このアイコンのところだよね、多分。帰りは無理やな、こういう道は。と4つだからね。おー、すごい。あ、デフロック。硬い地面でデフロック使ってるとね、壊れるんですよね。降りていったらちょうどいい。木が見えてるもんね。行くよ。よし。はい。危ない危ない危ない。よし。よし、来れましたね。ここはん？あ、ここにもあるんだ。か。まあじゃあここでいっか。プロパンガスとか踏み切るのめっちゃ怖いんだけど。ドラム缶もそれ。勇気いるよね。よし。とりあえず、ここにこれで、ちょっと積んじゃおうか。ちょっと待って、帰りのことを考えないとね。こっちの道を変えるのはちょっと厳しいんだよな。この辺まで行って、落下する。作戦で行くか。落下作戦で行く。ここ積んで、あと山登りして、この崖の上まで行くでしょ。で、多分この辺、飛び降りていけば、ね、大丈夫じゃない？やってみましょう。とりあえずこれ積んで、もう2個積まないといけないね。山登りするから、またちょっと、ボンネットの上に1個乗せる感じでやりましょうか。よし、これでいいかな。で、ちょっと明るくして、で、山登りコースですよね。もうこの辺ちょっと建物があるんで、この辺がいいかな。こっち側まで行くとちょっと遠いし、この辺やね、目指すところは。ちょっと行ってみましょう。この方向ね、この山を登ります。うん。行けるかな。失敗したらもう大変なことになる。他のとこから取ってきた方が早いってなっちゃう。頑張ってみましょう。この辺から登れる。なるべく一直線で行けるような感じの風とかに。この辺ちょっと隙間空いてるとこあるんで、こっちから入ってみるか。株がやっぱあるね。ちょっとさ、どうなってんのかな。この辺一直線に行くとちょっと急な感じで、ちょっと左から回り込んでいった方が緩やかに行けそう。この辺からちょっと行きますか。あ、でも微妙やな。傾いてるもんな。もうちょい回り込むか。ガソリンが後だって70しかないんで、遠回りすると帰れないですよね。あ、ちょっとまず森を抜けたい。視界が良くなる。けられる。ちょっと下ってるね。どうなったの分かりにくいけど、ちょっと傾いてる。木に引っかからなければいけるか。で、登れんのか、ちょっと待って。緩やかやと思ったんだけど、こっちの方。このルートだね。からまっすぐ行く感じ。一回そっちに下って、ちょっと登る感じ。ちょっと待って、道外しといて。ここやな。結構高いな。でもいるんかな。危ないよ。怖っ。ちょっと待って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 。から右に行ける？よし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 。位置で引っ張りながら方向を修正してもう登っていくしかないここから無理かな無理かなこれは大丈夫か気がないもんね上にねよしいけるよいけるよ頑張れ頑張れ頑張れもうちょいもうちょいよし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 。すごい、景色はめっちゃいい。めっちゃいい。登り切ったな。登り切ったな。よし。ちょっとガタガタしてるから、気ぃつけよう。一呼吸置いて、44リットルしかない。よし。ここは慎重に行きましょう。向きがね、どれぐらい深いほら、もうゴールは見えてるんですよ。最悪残りガソリンなくなったら崖から飛び降ります。ちょっとボコボコしてんな。どうなってんのこれ。木だけ落とすっていうのもありだよね。あ、でも納品するのにクレーンがいるから飛び降りないといけない。この辺がいけるかな。この辺建物がねどんな感じになってる。ちょっと下見しよっか。ガソリンないしどうなってんだあそこら辺だったらあでもなんか瓦礫があるねなるべくこっちに来た方が回収はしやすそうだねどうでしょうこの辺までは来てほしいねやっぱ木の生えてるところら辺までは来てもらった方が回収しやすそう。ちょっと頑張るか。はい。ちょっと斜めってるけど。これ。いけんのこれ。ああ、厳しいな。ギリギリを通るか、そっち。行くしかない。すぐこけそうなんだけど落ちるかちゃんといけないもんねこっちちょっとここが怖いなこうでしょういやここもだって切り立ってるもんなここから落ちます最悪それでなんとか下のトラックがなんとかしてくれることをいけあちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って全部落ちろよ全部落ちろよよしいけ大破、うん、今大事なのは、一応かろうじてあと板材はどこだ1確認見えへんでもこれちょっとこっちを使おう板材が12あれ1234全部一応落ちたのは落ちたねだからでこいつでもう見えてるもんなそこにこれはちょっと引っ張って救出しましょうあでも作戦としてはまあ良かったんじゃないですかねあ抜けへんかこれが引っこ抜ければいい感じだねそして燃料切れなんだ救出はできるなんかかかってるなとりあえずちょっと気のあるとこからは抜けた燃料ちょっと移して材が2個詰めるやつ積むかクレーンは動くでしょ壊れてあちょっと待って燃料が壊れてるわ燃料タンク壊れてるからちょっとあれを持ってこうメンテナンストレーラーを持ってこうかこの方がいい賢いここにいるよねとりあえず、これで、修理。こっちだね。うん、サスペンション、あ、もうないんか。まあいいか。まあ動けばいいでしょう。で、板材を積んでしまう。ああ、もう燃料半分になってる。そして、板材を、積むこっちから積むかでバックしていけるかなもうそこまでだからで板材は2持ってきて OK よしだいぶ減ってきましたね